ピエール・ジャン・ロビケヘ・ピエール・ジャン・ロビケはフランスの科学者であるアスパラギンの単理、同定やコデインの助教授となり1814年に教授となった多くの気薬から有効成分の単理に成功したピエール・ジョセフ・ペルティエはロビケの助手でロピケがパリの薬学高等学院の教授職を辞した後1825年にその職を継いだ ロピケは1824年にエコールでファーマシー、現在のパリ大学薬学部の役員となった。1826年に薬品製造者協会を設立し、初代会長となった。フランス薬学会で養殖を務め、1826年には会長になった。フリードリヒゼルチュルナーがアヘンからモルヒネを管理し、初めて、 小薬から有効成分を単理した業績を受けて、ロビケは同時代のフリードリープ・フェルディナントルンデなどと競いながら多くの科学者と共同で多くの化合物を発見、単理した。発見した化合物にはアスパラギン、グリッチルリチン、カンタリジン、カフェイン、アリザリントプルプリント、オルシノール、アミグダリン、コデインなどがある。ありがとうございます。